詰まったら準備して一緒に引っ越そう。友達とシェア、部屋をシェアして借りようっていうことをしてるんでしょ。どうかな。新しいなんかゲームも届いたんで、でも買い物していきましょうか。なんかビデオゲーム購入しようっていうのもあるんで。お金持ってないのでこれで終了しましょうか。で、じゃあゲーム実況していきますか。またお母さんが来ましたね。何でしょう。今週ほとんど勉強してないね。来週は中 勉強してないと怒られるんですね。まあいいや、そんなこと気にせず動画を撮っていきますか。今届いた。人気は100で、なかなかね、評価も高いんで、みんな見てくれるんじゃないでしょうか。じゃあ何も買ってないので録画を開始していきます。ゲームあと全体的にはこの仮面マークがちょっとビート少ないので、じゃあアップします。いつの間にか後ろに人がいたってか怖いですね。前回の公開動画に音質の悪い箇所があったことは君も気づいていたよね。いや、わからないな。私はまだ。じゃあ修正していきましょう。空腹。倒れるんじゃないかな。で、友達の話も聞いて。今夜、思いっきり、この映画が面白かったって聞いたから一緒に。もうじゃあ、友達も大切なんで行きます。で、食べ物も食べる必要があるので、食べ物より映画っていう感じ。じゃあ映画行きましょうか。とりあえずまあ死なない。映画を見に行かないスタッフ。なんかここでもびっくりマークついてる人いる。話しかけましょうか。こんにちは。君安全。君は良い動画を作るっていうは、思う噂になってるんですね。動画を録画してアップロードしてくる。ゲームを送る。へえ。もらえるんだったら、じゃあやっておきましょう。確定する。送るね。もうメールが来たんでしょうか。この金髪の人は何でしょうか。アップルでしょうかね。の社員。協力したいですね。さっきの女の人はいないのかな。後ろから話しかけて会話になったのですかね。なんか変なサングラスになってますね。さっきの人はいないですね。この人なんか違ったみたいですね。メディアに向けてポーズ。なんかあるんでしょうか、これ。なんかこの人ずっとバスタオルを体に巻いてるっていう感じの服装してますね。じゃあ映画を見ていきましょう。持っていたより混んでないね。うんぜ、どこにする。まあ最近映画もね、見に行くの怖いですからね。こういう感じで映画見、ゲームの中で映画見るっていう感じで行きましょうか。お、会話ができる。まあ基本、映画で会話ってあまり良くないと思うんですけどね。これ、映画の方はどんな感じ映画やってるんでしょう。これ以上はなんか見えないみたいです。
何の映画かな？ラブストーリー的なものかな？でも基本なんか、もうすること、会話するしかないですね。映画が終わったみたいですね。じゃあ帰りましょう。あ、さっき頼まれたものが届いたんですかね。では先にご飯食べに行きましょう。お腹空いてるんで。でもすごいですね、こんなに人が見てくる。500、600、なかなか新人 YouTube でこんなに見てくれる人少ないと思うんです。誰かな、話す。パソコンのどうなんだろう。あ、またゲーム送ってくれるみたいに打ちときましょうか。その前にさっきのゲーム動画をアップロードしていきましょうか。多分このカバンマークがついてるのがお願いされてる動画だと思うんですけど、まあ親にね勉強しろと言われておりますが、ゲーム実況を撮っていきましょう。教祖のアドバイスを、後ろで荷物が届きましたね。ゲームの概要、これ技術的な見解をね、いい感じですね。じゃあ圧倒的な見た目で、まあ画面映る YouTuber なんでこういうのも重要なんでしょうか。こうしてこうしてこう、じゃあ適当にこんな感じでいいでしょうか。動画を投稿する。君何を考えといて。ゲーム実況ですので、これ開く。でも勉強もしに行きますか、母親に言われてるんで。でここで動画を撮ればいいんじゃないかなと思うんですけど、さっきどっち撮ったんですかね。ちょっとアップするまで待ちますか。でちょっと寝ておけばどっちかが分かるのかな。ではちょっとお腹も満たしておきましょう。なんかな、これベッドにクラゲの、いやゼルダの画面ですね。秘密じゃよって言ってるやつですかね、確か。お、OK。ま、新しい部屋に入ったことで、時に自分好みの模様替えすることにしたんだよね。お、なんかレベルアップしましたね。パソコンを押して買い物をしよう。しておきますか。また新しいゲーム実況を撮っていきましょう。これをなんかもらったの、すごくいい、評価が良くて人気も高いですね。なんかマイナスになるんで、じゃあこっちを。音楽が操作できないんですね、今。お、100は、あ、100以上になりましたね。100以上があるんです。これは修正した方が多分いいと思うんですよ。また体力がなくなった。寝ましょうか。じゃあ、おやすみなさい。あ、また怒ら、勉強し始めたら、ああ、外出禁止になるのはちょっと痛いですね。
まあでもその前にご飯食べましょう。新しいカードがある。なんかカードが、あ、ポイント貯まりましたね。じゃあこれでトラジッションカード、ちょっと低いやつから解除していきましょうか。まだですね。解除、解除で解除、もう全部いきましたね。解除、これで何かカードが出てくるんでしょうか。新しいコンテンツがアップロードされたよ。あ、今のカードが解除されたとか。服ですか。まあでも勉強しなさいと言われたので2回連続で勉強し、こんな感じでゲーム実況。あ、ギリギリやし、助けてくれてありがとう。何から手をつけていいのかわからなかったな。また新しいプロジェクトがあればね。友達なのに、お、なんか止まったみたいですね。どうやら自分だけの居場所を手に入れる時が来たようなね。部屋のドアから友達が見つけアパート。自宅？ああ、今いると。新しい家に住むことが一番叶えたかった夢の一つだった。家を引っ越すことで、より速いインターネット速度、より多くのチャンネルのガジェット用収納スペース、コラボレーターの採用などといった複数の特典を利用できるようになる。でも、家賃を自分で支払わなきゃいけなかったり、新たな課題も発生するよ。課題をクリアできないってことはゲームオーバーを意味するから。なるほど。ゲームオーバーすることもあるんですね。イライラした寮のルームメイト。なんでしょうね、これ。まあでもまだ実家に。あ、でも全然1から4倍になるっていうことはすごいことですね。まあでも10、160になったところなんで。とりあえず勉強しておきますか。じゃないと怒られるような気がするんだ、ね。あとは睡眠取っていきましょう。これは何だったの？売るといいのかな？買い物。PC 以外のも出ているのかな？もう下の方は PC 以外ですね。まあまあ。ああ。あ、買ってしまった。まあじゃあここまでにしたいと思いますね。じゃあありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。